サリー・クイリアン・イエーツはアメリカ合衆国の政治家、検察官。2017年1月に連邦司法長官代行を務めた。1960年8月20日にジョージア州アトランタに誕生する。ジョージア大学に進学し、1982年に学士号を取得した。1986年にジョージア法科大学院を優等の成績で修了し、 法務博士号を取得した。1985年から1989年までアトランタの法律事務所キングスパルディングで勤務する。1989年に連邦検事補として司法省に入庁。1994年に詐欺公職汚職課長。2002年に首席連邦検事補。2004年に連邦検事代行へとそれぞれ承認する。 2010年には連邦検事に承認し、2015年までジョージア州北部地区で連邦検事を務めた。この間のイエーツは、1996年のオリンピック公演爆破事件などに関与したエリック・ルドルフの裁判で検事を務めている。さらに、オバマ政権の司法長官、エリック・ホルダーから指名され、司法長官諮問委員会の副議長も務めた。 2015年5月13日に、連邦上院にて84対12で承認を受け、司法副長官に就任する。2017年1月に、次期大統領のドナルド・トランプからの要請を受けて、司法長官代行の職を引き受けた。着任はトランプが大統領に就任した1月20日の正午であり、ロレッタ・リンチ司法長官の上任の後契約として、連邦上院の承認を受けた。 しかし、トランプが1月27日に署名したイスラム圏7、各国出身者の入国を制限する大統領令に対し、イエーツは合法的であるか否か確信が持てないと発言する。その1時間後、大統領報道官、ショーン・スパイサーによって、イエーツの長官代行会員と公認にバージニア州東部地区の連邦検事、デイナベンテイが着任することが発表された。 ありがとうございます。